空車の夜道をお聞きの皆さんこんにちは今日は人生のターニングポイントということでお話しさせていただきます特に今日は私が中学生高校生時代に体験したことをきっかけに大きく人生が人生が変わったということをお話しさせていただきます私は今すでに半世紀生きてさらに10年も過ぎようかとしている年齢でありますその年月を振り返ってみると意外に 早い時期にに、えー、大きなターニンングポイントがあったように思われますそれは私はもともと読書というものは好きではなく読書感想文の宿題などを出されると嫌やながらに本を読んで仕方なく文章を書くというようなものだったんですけれどもところが中学生の時に父親に勧められて 読んだ「ロビンソ・クルソ漂流記」という本を読んだことが私の大きな人生のターニングポイントになったともあるのですその本は中学生の私にとってはとても冒険もので面白いものでした次の展開がどうなっていくのか読んでも止まらないという初めて本を徹夜で読んだというそんな本でした夢中になって読み終えるまでだんだんとああ 明るくなってきてとうとう寝ずに読んでしまったという本になってしまったんです本を読むという事柄において初めて楽しみを知った経験でありえこういう楽しみがあるなんてわからなかったというそういう体験でしたそれから私はいろんな本を読むようになりクリスチャン小説家の三浦彩子さんの本を読み感謝し感動し教会に行くようになりさらに大学卒業後牧師になっていった そんな意味を振り返るとあのロビンソン・クルーソー漂流記を夢中で読んだことは私の生涯を大きく変えることになったと思うのです本を読むことを通していろんな人々の考え方や生き方を知るようになったからですそして後に分かったことはロビンソン漂流記の作者自体がクリスチャンであったということを知りましたもしこの本を読んでいなかったら私は 本を読む楽しみも知らずテレビや映画だけでそしてその後にはインターネットで終わっていて牧師を目指すということもなかったかもしれません。一冊の本との出会いが大きく私の生涯を変えたと言えます。今日はこのお話を聞いてくださってありがとうございました。